vision with you. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Let's jump in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you, Journey. Are you ready? はい、ビジョンウィズユーです。今日は面接の話をします。私が普段ね、就職活動中にどういうことをしてるのかっていうお話をします。まあ今現在の話です。職場の面接を受けようってなったら何が必要か。まあ一つ目、当たり前ですが、履歴書は視覚障害者の場合はパソコンで打って提出みたいな感じが一般的。もうでもね、普通の見えてる人とかでも自筆であんまり履歴書を書く人がいなくなってるので、なのでまあ基本的にパソコンで打って送るよみたいな感じですね。まあそれが難しい状況の人、例えばもう文字書けないとか、あとそのまあ拡大読書機って言って文字をこう何写して画面に写してこう書けるような機械があるんですけど、それを使っても書きにくいという人やったら、もうパソコンかもう人に書いてもらうっていう方法もありですね。代筆で、視覚障害者の主な、まあ、お仕事はだいたい事務課、あんまマッサージ、指圧師、針師、灸師なんですけど、まあ今回はこの職種に焦点を当てずに行ってる私の就職活動についてのお話も含めてやっていきます。事務の人だからプログラマーとかだとお給料いいんですよ、それなりにね。あとはまあ鍼灸マッサージ師でもまあ上の方に行けばお給料いいけど、まあだけどまあ20万超えのお給料もらってる人結構少ないのが現実ですね。例えば訪問マッサージ最近流行ってますよね。それで例えば20万以上って書いてあったとしても、例えばその中にはまあレセプトの管理、まあ入力とかそういうの含めてレセプト、まあ営業を、その治療院併設やったらそこの清掃を、何そういうもろもろ、それからまあお昼ご飯がその動きながら取るとか、まあ最悪取れない、まあ、休憩もないっていう状況が、まあ、大体訪問マッサージの流れですぶっちゃけた話。まあで取れる時はすごい取れるんですけど、まあお客さんおらんかったらもう一日中休みみたいなもんなんで、これはまあ治療院と接骨院も同じ感じです。で私は治療院、接骨院、訪問マッサージ、リラクゼーションサロンで、あと機能訓練指導員をやってきたんですけど、あんまマッサージ、針灸師はだいたい20万以下が多いと思ってください。で、求人広告とかにまあその20万以上の金額30とか書いてあったら、もう結構レベル高い人か、ちょっともしかしたらそのブラック企業の可能性が高い、その20万より下でもブラック企業の可能性は高いですし、まあなんでかっていうと有給は取れないし、健康診断は基本的にないです、あの職業は。あ、私が通ってたところがやったのかもしれないですけど、全部、ね、どこの企業行っても健康診断なかったので、私ちなみに今まあその仕事をしてて7年以上経ってるんですけど、その間一度も健康診断っていうものが受けたことなくて、次こそは健康診断がついた職業に行きたいって人に相談したら、健康診断なんて普通についてるでって言われて、なんかみんなその受けに行くと思ってたんです、健康診断を。なんか自分で申し込んで受けに行くみたいな形やと思ってたら、そうじゃなかったみたいで、それを初めて知りました。で、まあだからまあこれを見てる鍼灸マッサージ師会の人とか、まあそういう系のね、団体の人、まあ視覚障害の団体の人とかでもいいじゃないですか。鍼灸マッサージ師と事務職をプッシュしてるのであれば、視覚障害の団体さんとか就労のとことか、まあその改善してほしいです。一番はこの部分を、給料が少ないというか、
その、まあ、ひどいとこやと8万とかだったりするので、まあ、企業名は言えないんですけど8万とか、普通にあの集合で働いててね8万とかだったりで、その次14万、でその次16か8万みたいな感じの、なんかなんて言うんですか、分岐点があります。お給料を細かく分けて、まあすごい暴力とか暴言とかあったとしても20超えてたら別に何が起こってもいいやろって私は思ってて、まあね、そのお給料少なくてそういうなんかそういう良くない状況の職場だったか多分そう思うだけで、はいっていう感じですね。これは何もそのあんまマッサージ指圧師の職種の環境悪いって言ってるんじゃなくて、まあ悪いんですよ、その職場の環境が悪い、全体的にトータルして悪いから、まあ悪いと思ってない人たちが働いてるっていうのもあるんですけど、そのあんま良くない、風通しが良くないから、まあ家族経営でやってたりとかした余計ね、はい、良くないから、まあ改善されたらいいなと思って喋ってるだけです。はい、次、事務系で職場の面接は受けたことないんですけど、パソコンも一応それなりに遅いけど、まあ、打てるっちゃ打てるので、まあ、障害者雇用、視覚障害者の雇用で働き始めたよっていう人のお話聞くと、たまにやっぱ座ってるだけ、それはその、まあ、指示待ちとかじゃなくて、俗に言うね、指示待ちやったらもうそれはその人があかんわって感じなんですけど、私はね、どっちかって言ったらもう職人気質な方やったんで、そんな指示待ちはあかんのちゃうと、指示待ちじゃなくてもうガンガンね、上の人にねこうああだこうだ言って帰り討ちにあったタイプやったのであの意見とかじゃなくて、あの何したらいいですか、何したらいいですかとか、もしかしたら手伝えることありませんかって、暇そうなんね、なんかタバコ吸ってる時とか、その旗から見たらめっちゃ態度悪そうな時やったと思うんですけど、分かりやすくリラックスしてる感じの雰囲気やって、まあ喋りもリラックスしてる感じやったから、私はなんか職場であの聞いたり質問したりとかしてたんですけど、まあその方がちょっとお出来にならない方やったので、あのね、まあって感じだったんですけど、まあその事務に関してはだから指示待ちじゃなくて、もうだから雇われたけどその場に座ってるだけの人もう年代問わずね実はいるらしくて、その視覚障害のそういう、まあ、就職活動を支援するようなところに今お世話になってるんですけど、あの、まあ、リサーチとか自分が行きたいところのアドバイスをもらったりだとかしてるんですが、その人たちから聞いたのは視覚障害者雇ったけど正直見えてないし目見えてないから、まあ、何させていいか分からへん、まあ、仕事を何振っていいか分からないっていうことが一つと、まあ、何もできないんじゃないかっていう、その視覚障害者に会ったのが初めての人の場合ね、何もできひんのんじゃないかっていう、この2つが大きすぎて、お仕事、まあ障害者雇用で例えば手帳持ってたら助成金出るからとりあえず雇ってみたと、そのまあ50人以上社員がおって、まあ、罰則払いたくない、50万罰則なんですけど、払う、あの障害者雇用してないと、大きい企業で50人従業員おって障害者雇用してないと、まあ、罰則で、まあ、払ったら、まあ、一応雇わなくてもいいよっていうシステムがあるんですけど、あのそれじゃなくて、まあ、助成金がね障害者雇うと出るので、まあ、それ目当てに一応視覚障害者初めて雇ってみた、だけど、まあ、何できるか分からへんし見えてないから仕事の内容何振っていいか分からへんしっていう状態で、とりあえずこの席座っといてみたいな、だからそのまあ助成金もらえるし、ほんであの罰金払わんで済むからここにいてみたいな感じですよ言ったらまあそういうね就労環境の人たちが割といる、あの私たち知らないだけで、で多分お仕事しててバリバリ働いてて、まあ数十万売り上げ上げてるような視覚障害の人、まあ、ちょっと特殊な職業も含めてそういう、まあね、30万とか40万とかもらってる人も中にはいると思うし、まあ、100万全然超えてますみたいな人もおると思うけど、仕事ができるか給料がええっていうわけでもないと思うんですよ私はね。まあ仕事できるに越したことないですどの職業でも。だから、まあ、さっきみたいにずっと座ってるだけっていうのも私は疑問なんですよ。そので
その座ってる当人たちはちゃんと声を上げてるわけですね。声を上げて、まあ、何か仕事はないかとか、自分やったらこれができるって言って声に出してるけど、まあとりあえず座っといてみたいな、言葉を選ばずに言うと邪魔やから座っといてみたいなニュアンスで雇った人にしたら、とりあえず助成金出るし、で、まあ50万払わんで済むから、まあ、もう追ってくれるだけでいいよみたいな企業が意外とあるんですね。知られてないけどね。多分これは他の障害者雇用でもあると思います。聴覚。まず私が面接に持ち込んでるものの話ね。就職するために面接に持ち込んでる話、これはアルバイトもそうですけど、正社員に向けての活動としても私はやってて、まあ受けた職種は、まあ、副職はねまだ受けてないんですけど、飲食と、まあ、テーマパーク関係は受けました。飲食、そうね、その、まあ、何社か最近パソコンとかで送れるじゃないですか、求人のところに。で、まあ、パソコンでやり取りするから実質面接に結びつくものってそんなにないんですね。で、まあ、まして一応その、ね、嘘ついてまで雇われたくないっていうのと、まあ、動作で多分バレるかもしれへんと。どんだけ、ね、普通の人装ってて、例えば、まあね、なんか読み物読むとかでもこうやって、まあ、真ん中辺に持ってって、こう目で追ってるような仕草とか撮ってたり、まあ、物を撮る時とかも、まあ、見えてる人の仕草、まあ、家族が見えてるからさ、そういう仕草を、まあ、真似てやったりとかすんねんけど、最初の何日かだけやで、バレるもんバレるもん。てかもう私の場合はもう出身校で盲学校に高校から入ってるのでバレるんですよ、その時点で。あの勘のいい人たちやったら、勘のいいっていうか、その知ってる人はね、まあ不採用やなとか。もう面接会場、私ね、面接会場に、ね、白状を持ってあんま入らないんです。っていうのはもうのっけからすごい嫌な顔されるから。で、まあこれは私の方法なんですけど、その白状を持って入出したとしても、白状を持たずに入出したとしても結果そんなに変わらないと思います。まあだから言ったら、障害を隠して入ったとしても、ゆくゆく視覚障害の場合は目使うから、結局日常生活でバレるんですよね。ちょっと近眼やなとかっていじられたりするのも多分嫌やと思うし、中にはなんかパソコン作業してて大きい字で見てたらすごいなんかバカにされたりとか笑われたりとかした方もねいらっしゃるみたいで、もうそういうのになるぐらいだったら最初から言うといた方がいいし、まあ、それにつけ込んでなんか嘘つきちゃうかとか言ってくる社員なんてもうね、ほっといたらええわけ、ほっときようがないけど、ほっといたらいいし、まあ、まして上司の上の社長とかに言うべきやし、で社長に言って改善せえへんやったら、もうあの労働基準監督署っていうんですか、労働基準局か、もうそういうとこにとりあえず言うだけ言って、まあ、指導入れてもらった方が早いよねっていうことです。で映像、私の場合映像を持ってってます。あと弱視体験メガネ、私まだ弱視なんで、そういう弱視体験メガネを持ってるんですけど、まず今手元にあるから弱視体験メガネから説明しますね。日本ライトハウスっていうところに売ってます。でこれは私今手元に持ってるのは、長四角に穴が開いててっていうか、その開いてて、そこに半透明のちょっと曇ったフィルムが入ってて、で試験官ちゃうわ、面接官に実際にこうやってかけてもらいます。かけてもらって、このかけてもらった状態を、まあ、言語化してもらって、何が見えてるとかそういうことを、まあ、体験してもらいます。私の場合はそんなになんか一応ね眩しかったりとかそういうのあるけど、そのこういう白濁りはあんまりない感じなんですよ。本当に襲名って言って眩しいのがきつくってっていう人やったら、もうこれ持ってってこんな感じなんです。あくまで感じですからね、こんな感じっていうだけやから。でこれは視野狭窄の説明で、まあ1ミリ2ミリぐらい穴開いてんのかな、先に穴開いてて、まあ、こんな後ろはこういう、ごめん、あのマスキングテープで全部止めてるからちょっと汚いけど、こういう感じですね。マスキングテープで止めてます。で三角になってて、まあ、この間から覗いてもらう感じ
で私がやるともうほぼ何もわからんっていう、まあ、多分普通の人かけてもわからんと思うねんけど、もうこういうその視野の見え方してる人もいますよっていうお話としてこれも一応持っていきます。なんでかって言ったら私より見えへん人が来ても雇える可能性ありますっていうのをついでに喋っとくためですついでにね、自分の見え方のやつで、まあ、参考にしてねっていうので持っていくのはこういう感じですね。まあ、その人によって見え方違うからやし、まあ、これが全てじゃないからあれなんですけど、まあ、これ説明すると左側が、まあ、一応口角あるんですけど日常生活使ってないんで、あの真っ黒の紙を貼ってます。この付属のそのキットの切れ端とかがちょうどいい感じに収まったのでそれを貼って、まあ、くっつけてやってます。で右側はちょっと真ん中をちょっと邪魔する感じに私は見えるので視野検査的には真ん中じゃないっぽいんですけど、なんか真ん中を邪魔してるように感じるので一応こういうねその真ん中に黒いやつ持ってきてまあ丸く切り抜いたやつなんですけど、裏はこんな感じですね。ちょっとマスキングテープでやってるからちょっと汚いな。はい、まあ、こんな感じでかけてもらってこういう見え方しますよっていうのをこれをやります。はい、でまあこれだけじゃ正直伝わらへんのですよ。もう撮ったらね、面接中ずっとかけてくださいっていう方法も試しましたけど、なんか撮った方がいいかなと思って、なんか面接に集中してくれなさそうな感じやったんで、弱視の人だってこうキョロキョロするやんか、それと同じ状況にしてしまうからちょっと集中力なくなったら嫌やなと思って、あの私たちみたいに慣れてたらいいけど慣れてなかったら多分集中力なくなるんで、まあそれは避けたいと。だからまあ面接中途中で配属してもらうんですけど、でまあこれだけじゃ正直分からへん。もうかけて撮ったらいいだけやし、しかもその実際見えてる部分、まあね、その見えへん部分黒いわけじゃないじゃないですか、実生活で。黒かってそんな分かりやすかったらね、自分でのないか工夫も 見え方の工夫もできるじゃないですか。人によったらその黒いのが中心暗点でいてるとか、あのこうバラバラにこう視野が欠けてる人で黒いノリみたいな感じで見えてますっていう人もいると思うんだけど、続く